タイマシン3号です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本浩二と、はい、関太志です。お願いします。お願いします。さあ今回、はい、タイムマシン3号と学ぶ職場安全意識度チェックでございますけども、はい、今回でなんと2回目です。ありがとうございます。はい、前回は分かりやすく教えてもらってだいぶためになりましたよね。いやそうですね、うん、まあ我々がね、うん、実際この現場で丁寧に教えていただいてるんですごくありがたいんですけど、見てる人はどうなのかなというのがちょっと心配ですよね、うん、もう言ったら我々のこの笑いの安全対策自体がどうなんだろう。どういうことですか？笑いの安全対策というのは、まあ、やっぱりですね、うん、この番組はこの安全意識を高めなきゃいけないんですよ、うん、で我々は芸人という仕事上やっぱり危険、うん、いかに滑るというのが、まあ確かにそれはもうあるんですけど、しょうがないもん、うん、そこをねちゃんとこうできてるかってことなんですよね。なるほどね、はい、うん、僕が一番大事にしてるのは、うん、危険なとこには近寄らない。つまり相方が滑ったら知らないふりをするそれ一番困りますから、そういうところを助けていただくのがコンビなんじゃないの。そうなんですよ。今日はですね、厚生労働省の方もいらっしゃるので、はい、ぜひお笑いで滑ったことに対して保険が適用申請を出せば、いや無理無理無理、オリンピックなんでこの番組から僕は制度を変えていきます。すごく熱いものを持って今日じゃあわざと滑る不正も出てくるわけですよ今後は。俺も見抜きますよ。本当に滑った人しかもらえないんだ。本当に心を痛めてこういうこともやっていきましょう。わかりませんけれどもね、はい、ちょっと不安でございますけども、はい、早速やっていきたいと思います。はい、それって本当に正しいの？タイムマシン3号と学ぶ職場安全意識度チェックスタート。さて今回も職場の安全、はい、労働災害の発生件数も多い検討、そして腰痛対策について分析形式で学ばせていただきたいと思います、はい、前回に引き続き、うん、あのお二方お呼びいたしましょう。すいません、はい、わざわざ招くほどじゃないかもう元々座っていただいてよろしいか、いいんじゃないか待ってください。あらちょっと来いよ、わざわざ招いてくださいよ。パニーです。お願いします。今回もですね、コンビニ店員さんのあるあるを持ってきました。パニーニのショートモノマネ。オープンしたてのコンビニのマニュアル感満載の接客、うん、いらっしゃいませこんにちは。いらっしゃいませこんにちは。108円が1点、お客様こちら大変お得なポイントカードをお持ちではないでしょうか。失礼いたしました。いらっしゃいませこんにちは、こちらカゴをお使いください。失礼いたしました。ただいまおにぎり全品100円です。ありがとうございましたありがとうございました。お兄さん今回保険適用でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。パニーニが結果で動揺してるんだと思うんですけど、全然僕の前から動いてくれないんですよ。全然映らないから戻っていただいて、今日はしばらくここでやめられない。はい、というわけで我々だけではもちろん始まりませんので、はい、今回もあの方に登場していただきましょう。厚生労働省の三浦さんです。どうぞ。シンプル優勝かよ。半球飛んで見守っちゃうよ。はい、皆さん今回もよろしくお願いいたします。自己紹介どうぞ。今回よろしくお願いします、はい、厚生労働省安全課の、中央産業安全専門官の三浦です。よろしくお願いします。ちなみに前回ボリューム1も我々ご一緒させていただきましたけども、芸人と普段絡むことってあるんですか三浦さん。いや全くない。あ、そうなんですか。普段お笑いを見ることは？あー、よく見ます。おー、この番組の YouTube よく見てます。いやいやいやさあ、三浦さん、前回ですね、意外に労働災害で一番多い事故は転倒ということでしたけれども、転倒や腰痛もありました。それらを防ぐために日頃の運動が大事だったりしましたね。あと、重い荷物の持ち上げ方なんかも教えていただきましたよね、うん、はい、どうして特に転倒とこの腰痛の2つについてお伝えしていこうと思ったんですか。まあ、前回のおさらいにはなるんですけれども、労働災害が、まあ、昨年は約15万件ほど発生していたんですけれども、
まあ、その内訳を見てみると、あの転倒が最も多く、まあ、23% を占めてまして、で次いであの墜落転落が 14% で同率であの腰痛となってます。で昔はあの機械に挟まれたり、高所から墜落したりといった会社の設備に起因するものが多かったんですけれども、まあ、産業構造の変化などもあって、今はあの転んで怪我をする重いものを持って腰痛になるというあの働く人の行動に起因する労働災害が、多くなっています。でそれがあの、まあ、とても大きな課題になってまして、自分はあの転ぶはずがないとか自分と関係ないと思っている方が多いです。で働く方があの怪我をして日常に支障が出るのは、まあ、あのおかしい話ですので、まあ、そこであの職場における転倒や腰痛対策の重要性と対策の基本についてあの知っていただければと思います。うん、そうですよね。1回目はやっぱ運動が大事だったりとか、あと慢心、そして過信しないということも勉強しましたね。やっぱり1回目はねちょっと大きさが多すぎました。自分の中で反省しましたか？大事なことなんですか、今日は本当に笑いもなく、会話もなく映像もなしで、三浦さん何のために集まったんだってことになりますから、黒の画面で三浦さんの優しい声が響くよ。まあ、いろいろ勉強しましたから、そうですね、今回もさらに安全について勉強していただきたいと思います。はい、それでは早速クイズを始めたいと思いますけれども、ルールは前回同様です。一応説明しておきましょう。皆さんにはそれぞれ問題に回答していただきます。正解発表は三浦さんにお願いして、一番正解に近い回答者を選びます。一番正解に近い回答した方にはポイントを差し上げますので、そのポイントをもらえた人は各テーブルにあるこのご安全にシールを自分の胸に貼っていってください。はい、前回は井上さんが3シール、はい、いただきました。いただきました。これはご家族にも自慢しましたか？そうですね、もう喜んでました。実家の母も先生、1個だけ恥ずかしかったですね。恥ずかしかったです。感動されました。帰ってくるなと。これそんな重たいシールなんですか？これ1枚じゃ話にならない。今日は頑張ります。北さんも2枚でした。そうですね、人生かけて、人生かけて挑戦してきました。第1問目です。職場での転倒予防の観点からの出題です。この方は転びそうですが、どのような対策が必要でしょうか？お絵のイラストの方ですね、はいはいはい、転びそうですけれども、これ危険そうです。対策という意味でよく考えて回答してください。あ、ちょっとヒントです。サンダルっていうのを書いてありますけど、いや、引っ掛けだと思います。ここ、あ、引っ掛け、引っ掛けじゃないです、あれ、突っ掛けですか？いや、違います。はい、引っ掛けじゃないです。いや、突っ掛けです。突っ掛けでも引っ掛けでも。さあ、久保さん、聞こえましたか？はい、はい、それでは発表していただきましょう。どのような対策が必要でしょうか？もうね、すぐ怪我しちゃいそうなんで、甲冑を着る。武士が着るような甲冑。ちょっと歩きづらいし、動きづらいんじゃないでしょうか。甲冑の宙をかけたっていうの褒めてあげる。そう、ポイントですよね。で、井上さん、はい、行きましょう。このイラストの方、どのような対策が必要でしょう？この今まさに転びそうですよね、うん、でこの転びそうな状態でピタッと止まれれば危なくないわけです、うん、確かに転びそう。この転びそうな状態でピタッと止まるために、うん、これマイケル・ジャクソンのライブ映像を見てて、ゼログラフィティの状態、あの斜めの状態で止まってると、あ、マイケルを意識すればいいということですね。そうですね。ライブ映像なのだんだん声ちっちゃくなって、反応の薄まって声ちっちゃくなってますけど、あれ？前回王者ですよね。はい。次行ってください。マイケル・ジャクソンお好きですか？嫌いです。なるほど。ぜひさん、さあイラストのこの方転びそうですけれども、どんな対策するでしょうか？紐で上からスルスなるほどと書いて、おい、え、読み方が違うんですけど、これ読み方違うんですよ。え、意味が違う。天井からスルスと書いて、うん、サンダルをやめるじゃないですか。めちゃめちゃ当て打ってるじゃん。
天井から吊るすというイラストを描いて、うんうん、サンダルをやめると読みます。もうほぼほぼ答えが出てるんじゃないかと。三浦さん、絵のまんまですかね、これは。そうですね、その通りですね、はい、引っ掛けとかではないんですけれども、うん、まあ、サンダルを履かないというのが、一番の正解になります、うんうん。で、まあ、他にもちょっと検討していただきたい内容があったので、はいはい、まあ、出題をさせていただいたんですけれども、うん、整理整頓ができているか、で、まあ、このワゴンを置く必要があったか、それから、凹凸とか、まあ、段差がないようにしているか、で、まあ、段差にはその色を塗ったりとか危険箇所を見えるようにしているか、床が汚れていないか濡れていないかなど、労働災害防止のためには、まあ、これさえやっておけばいいというものはなく、つまずきやその滑りが起きないようにあらゆる対策を皆さんで考えて取っていただく必要があります、うん。で、この意味ではその皆さんからの答えは、まあ、関さんの答えはまあ大体そうですね。いや、ちゃんと見てください。目視でお願いしますよ。正解ですかこれ。サンダルを、この絵でサンダルを履かないってなりますか。そうですね、ちょっとこの絵だとちょっとそれは読み取れない。まあ、ただやはりそのフリップだけ見ると、まあ一番安全なのは日坂さんです。やったやった。これ前回から思ってたけど、誰かにあげなきゃダメだろ。一番近い人ですから。だからもう膝当てとか肘当てヘルメットなんてもそれが一個ですよね。そうですね、よくそうで論理的に何なおちゃらけコーナーはい、というわけで今回は日坂くんにご安全に知る差し上げたいと思います。ください。この時のポイントポイントですね。はい、ではどんどん参りましょう。ご安全に。それでは2問目です。こちらの絵を見てお答えください、うん。この直後、彼女はどうなるでしょうか。ちょっと大喜利要素が強まってきましたけれどもね。さあ、飯沼さん、はい、この彼女この後どうなったでしょうか。やっぱこの車輪のついた台の上に乗っかっちゃって、うん、あ、もうスピードが出ちゃって止まらなくなると思うんですよね。あー、乗ったまま、うん。で、その先に、なんとかジャンプ台があって、うん、コークスクリュー56スピード。うわ、真夏の大冒険。はい、はぁ、いったんですか。ちょっとマイケル・ジャクソン状態に、じゃあもう一回来たらいいですか。はい、この後彼女はどうなったでしょうか。このまま首都高に乗る。料金かかっちゃうよ。ETC ついてないでしょこれに。はい、さあ関さん行きましょう。はい、彼女どうなったでしょうか。日々の労働に疲れ、うん、美しいものが見たくなる。とにかく富士が見たい。さあ皆さん、これ複数回答 OK なので、じゃあちょっと2周目に入っていいですよ。あ、井上さん行きますか。はい、彼女はどうなったでしょうか。やっぱ転んじゃうと思うんですよ。、はい、で、この持ってるものをポンと上にこんな拍子で投げてしまって、あ、なんか勢いで、で、それがもう危ないことに上が落ちてきて、一つの生命が。ちょっと可愛いですね、非常に。さあ、北坂さん、はい、この直後、彼女どうなったでしょうか。厳しい上司が初めて頑張ってるね、うん、ありがたい。嬉しいですね。見ててくれる人はいたんだ。はい、首都高に変えていいですか。いいですよ、最終的に残ったのが答えになりますね。はい、さあ、関さん、はい、この直後、彼女どうなったでしょうか。いや、多分この絵は窃盗団だと思うんで、え、多分警察に捕まる。ちょっと、あれ多分テレビですね。え、テレビ、ブラウン管テレビ、ブラウン管の古いタイプのテレビ。テレビ、さあ、これはどの回答を皆さん残しましょうか。え、そうかそうか、先ほどのやつでもいいですし、はいはいはい、どちらでも構いませんよ。あ、どっちかでもいいですね。いいですよ、井上さん、お出しください、お出しください。先ほどのに黒目つけても一緒でしたね。どう面白くなると思うんだって、その黒目つけたら。ちょっと可愛い、可愛い。北川さんは首都高に頼む。さあ、関さんは、じゃあ俺最初の方、転んだ。あれ、ありましたっけ、こんなこと。ありましたっけ。言ってました、最初。古いですね、この人だけは。さあ、出揃いました。三浦さん、正解あるでしょうか。お願いします。はい、この問題は皆さん の、まあ、楽しい大喜利じゃないですけれども、うん、まあ、そういう回答を見たくて出題させていただきました。試されたんですか。というのもあるんですけれども、うん、まあ、これは前回お伝えした 4S 活動ですね、それを、まあ、しっかり守っていき
ただきたいというあのおさらいの問題でもありました。習いました。それを踏まえて覚えてるかどうかのテストでもあったんですよ。なるほど、はい。前回教えてもらいました 4S、 1つ目は正義、2つ目は関さん正当の S です、はい、3つ目は北川清掃、はい、そして犬は4つ目、清潔。そうでした。職場の整理整頓、人が通る場所に台車なんて置きっぱなしにしちゃ絶対ダメですよね、うん、それに加えて清掃清潔、職場をきれいに掃除しておくことも大事ですし、設備のメンテナンスを欠かさないことも転倒対策では大事なんですね。はい、そうですね、そういうことになります、はい、一応正解がクイズ形式なんで。そうですね、はい、まあ、あの皆さん 4S を覚えていてくださったので、はい、まあ、あの今回は全員正解というか、あれ全員正解で全員 C を上げるということはやってないのですよ。なんでですか。差をつけるんですよ、クイズって。張りたいでしょ。いや、全員正解ですよ。ね、ご褒美で、まあ、いいですけど、私が似合いますか。知らないよ。それでは3問目の出題です。職場での腰痛対策についての問題です。重いものを持ち上げるとき以外での対策ももちろん重要です。例えばホテルや病院などでのベッドメイキングの時に腰を痛めるといった事例もございます。こういった場合どういった姿勢での作業が腰への負担となるでしょうか。思い当たるものをお書きください。年々こういう作業ちょっと辛くなってきますね。ね、我々もね、自分の家のベッドのシーツ変えたりとか、まあ、経験ありますし、これからね介護とかもする可能性ありますから、はい、ご自身に照らし合わせて考えてみてもいいかもしれません。北川さん、できましたか。ベッドメイキングの時腰への負担がかかる姿勢なんでしょうか。あの家でもよくあるんですけど、うん、途中まで布団カバーをかけたら端っこどこだったか分からない。何歳ですか。めっちゃ分かるよ。そこ縛れるとこもあるけどないこともあるんだよね。ないんですよ、これが裏返ってたら、ね、これが続くと腰に悪いんじゃないかな。さあ、犬はスタン、はい、ベッドですから、うんうん、やっぱベッドの下に落ちてる10円玉を拾うとしたら知らないですね。ベッドの声と自分自身の10円玉ですよね。いや、お客さんの10円玉。やらしいね。さあ、関さん、はい、ホテルでのベッドメイキングの時腰への負担がかかる姿勢とは何でしょう。100m で優勝してウィニングランのままシーツを持ってきてベッドに乗せると書いてる。ずるいね、ずるいね。と書いてます、そもそもと書いてる。そう書いてます。はい、反対側をちゃんと向こうに回ってやらないとダメ。じゃあその絵を描いてくださいよ。わかりましたよ。なんでこっちが悪いみたいな。描いていただければ、うん、僕ですね、うん、遠くのものを腰を伸ばした状態でやらない。ああ、なるほど。無理に伸ばそうせず引き寄せる、そういうことです。というわけで皆さん出揃いました。正解発表、三浦さんお願いします。はい、それではの解説の方をさせていただきます。はい、前屈とか、中腰とかひねり等 その不自然な姿勢を取らないようにするということが、一番です。そして適宜前屈や、中腰の姿勢は、膝をついた姿勢に置き換えて、ひねりや、後屈捻転は体ごとに変えて、で正面を向いて作業することで、不自然な姿勢を下げるように、心がけましょう。でこれについては職場における腰痛予防指針にも書かれています。あ、これに関しては関さんもうまんまじゃないでしょうか。どうでしょうか。笑っちゃったよ。後半説明で言うとドンピシャリでしたよね。切れるな。やっぱりこう遠いところのものをこう引き寄せようとしたりとかすると、どうしても不自然な姿勢になりがちだと思うので、まあそういう意味で関さんが一番。ああ、なるほど、ありがとうございます。なるほど。また北君もちょうど戦隊将みたいになって反対側の人みたいに見えるんですよね。ちょうどこうやってる人にも見えるんですよね。北川さんの絵が合わせ技で、そう、合わせ技で。どこでできたんですかね。そうですね、ちょっとコラボに気づかなかったんですけど、確かにそれでこう一枚の絵になってますよね。なってますよね、確かにね。なんで木坂さんにも一枚。なんで、なんで、ここがガッサリということで。おー、楽しみだ。北川さん、できたら1枚ずつゲット、おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいな。じゃあこれ話させていただくわけで1ポイントずつゲットいたしました。同じとこに貼っちゃったら1ポイント見えるから。
三浦さんも解説してもらったことって子育て中の安全対策にも活かせるんじゃないでしょうか。でも本当に聞いてて思ったのが、うん、やっぱりベッドに寝ている子供を抱っこする時とかちょっと遠くの腰になったりとか腰へのと結構くるんですよね。今何キロでしたっけ。102キロです。いやお前じゃないよ絶対お子さんが大変だろなんでお前の気分で今さ、はい、でもそうですね本当に今日学んだことが活かせるんじゃないかなと思ってます。そうですね、僕の安全対策も、うん、家庭で安全対策使えるんですね。そうだね、確かに 4S まで本当に、うん、この子供を例えばベビーベッドの周りとかも清潔にしなきゃいけないし、うんうん、整頓しとかないと口に入れちゃったりとか、うん、でも本当に全部において安全の基本なのかもしれないですね。そうだね、うん、安全に。さあ今回は全部で3問ご回答いただきましたけれども、ご安全にシール、こちらが一番多かった方を会いに来たか。ありがとうございます。さあ皆さん、最高得点者が優勝したということで大丈夫ですよね。ただまあちょっとどうしましょうか。一番多いのはあの確かに久坂さんなんですけれども、まああの今年お子さんが生まれた関さんを、まああの育児を頑張ってくださいという意味を込めて、まあ優勝にしてはどうかと。めちゃくちゃじゃないですか。めちゃくちゃ。ありがとうございます。めちゃくちゃ。一番の変人。嬉しい。めちゃくちゃ。あの録画データ消してもらって。いや見てわかんない。意味わかんない。いやー、ほんと帰って息子に伝えます君のおかげで優勝できてらっしゃい。太陽の方に向けて抱っこしたいと思います日本一や。完全にというわけで今回もお送りしてきましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、ボリューム1ボリューム2かなりいい内容の濃いものとなりました、はい、たくさん学んだと思います。関さんいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、ちょっと我々仕事からこう楽しくやりましたけども、うん、すごく職場とかにおいて大事なことを言ってると思うので、うんうん、皆さん本当にこうちゃんとした部分は汲み取っていただいて、うんうんうん、やっぱり働く上で健康が一番ですから、うん、ぜひお体気をつけて働いてください。はい、さきさきさんいかがだったでしょうか。なんかいろんな問題とか出たんですけど、うん、結局腰って大事だよって。そうなのよ、シンプルに。あのことだったような気づくのも同じも腰なので気をつけていきたいなと。動きの全ての中心って腰なんだよね。いやそうですよ、体の真ん中です。そうだよね、なんかこうぜひぜひ皆さんも大事にしてください。さあ犬馬さんどうでしたでしょうか。履くものとかも大事なんだなっていうのが、うん、サンダルがちょっと危険だっていうのが ね、うん、だからそういうところもちょっとなんかまあこれ履きやすいし楽だからいいからって、うんうんうん、なっちゃう時もあるかもしれないですけど、うんうん、安全の意識を持って、ね、うん、そこはちゃんとしたものを身につけるようにした方がいいなと思うのと同時に、はい、もう頑張りますというわけで最後に皆さんお願いします。はい、シリーズ2回に分けて転倒と腰痛についての職場安全対策について皆さんと考えていきましたが、人生100年時代と言われる今、長く生き生きと働けること、社会主参加し続けることが できる体を保つということはますます大事になってきています。私たちも最新の情報や地道に取り組むべきことを発信し続けていきますので、皆さんもぜひより一層安全意識を高めていただければと思います。はい、ありがとうございました。本当に勉強になりました ね。はい、ボリューム1ボリューム2とも三浦さん本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、さて今回も、ご安全にという言葉でお話したいんですけれども、はい、関さん大丈夫ですよね。素敵な言葉ですよね。もちろん。じゃあ今回もその言葉で、うん、はい、と思います。はい、では皆さんこれからも安全第一でお仕事を頑張りましょう。それではさよなら、いきますよ、せーの、ご安全に。ご安全に。転倒を予防するために服装や設備を整えましょう。想像力を働かせ職場全体で安全対策に取り組もう。転倒対策の基本はやっぱり 4S、 整理整頓清掃清潔。不意に訪れる腰トラブル、腰痛対策は日々の心がけが大事。中腰腰のひねりなど不自然な姿勢は腰痛と隣り合わせ。